こんばんは、ファンクです。今日はね、ジャスと一緒に江東区大島にあるナマステひまわるっていうね、カレー屋さん行ったよ。そこでね、激辛チャレンジをしてきました。お昼に訪れてたということで、おまかせランチの激辛を注文です。見た目は真っ赤じゃないからそう辛そうに見えないし、匂いもね、なんかハバネロの匂いがね、プンプンしてこなかったのね。だからね、本当に辛いのって思ったんだけど、食べてみてね、えらいこっちゃになりましたよ。今回ジャスが頼んでたのは、二つ種類に分かれてるカレーのね、下の方がシーフードで、上がね、あれなんだったっけな、ちょっと待って、今ちょっと写真ね、ちょっともう一回見直してみます。上がね、確かね、キーマカレーを頼んでて、で、飲み物はね、やっぱりね、辛いのにね、対抗するのには、ラッシーでしょ。ラッシーはね、辛いのには効くらしいからね。皆さんごめんなさい、怒らないで。ね、疲れてるの。それでね、辛さはね、やばいレベルの辛さ。でもね、今までね、挑んできた中では、上の上中ぐらいかな。これよりもね、もっと辛いのをね、今まで食べてきてたんだけど、それでもね、このカレーはね、最高ランクに近いぐらいきつかったよ。なんでかっていうとね、量が多いの。辛いのをね、延々と食べ続けてるのはね、すごい辛いよ。ここのお店はね、なんとご飯がね、おかわり自由なの。それだけが救いかな。味はね、すごいね、本場のね、インドカレーで美味しかったんだけど、とにかくね、この辛いのをね、延々と食べ続けるのがきつくてね、で、まあ食べ終わった後もね、もうお腹がね、痛くなっちゃってね、もう大変だったよ。今回ジャスは、このカレーで、やっぱり、血便になりました。ちょっとね、しばらく激辛はお休みしようかな。いや、行った方がいい。どうしましょう。そういえばね、この間ね、ブログニュース見ててね、知ったんだけど、世界でさ、一番さ、難しい早口言葉って知ってる？ね、チャレンジしたんだけど、一回も言えなかった。難しい。ちょっとね、みんなも試してみる？ちょっと待って。このね、ベリーバブコックっていうのをね、3回早口言葉で言うのが難しいんだって。じゃあ、試してみる？みんなで。いくよ。ベリーバブコック、ベビーバブコック、ベビーバブコック。ふぅーふぅーいよ、これ。せっかくなんで、久しぶりにこれも行ってみる？行くよ。東京特許特許局、東京特許局。うぅー、こっちの方がむずくない？こっちだけ言えないよ。最後に、ファンクがね、最もね、苦手なやつ言ってみる？これね、むずいのよ。じゃあ、行くよ。ステマ野郎、ステマ野郎、ステマ野郎。あれ、言えた。あ、いや、それじゃない？じゃあ、本当に行くよ。キャリーパミパミ、キャリーパミパミ、キャリーパミパミ。やっぱり難しいね、これ。
それでは相談のコーナー行きたいと思います。夜中弟の部屋から聞こえてくるハムスターの回転するやつのカタカタの音がうるさくて眠れない。これわかるなぁ。ファンクの家もね、昔ね、妹がね、ハムスター飼ってて、カタカタの音がうるさかった。あの機械なんて言うんだっけ？ちょっとね、ファンク自体はね、ハムスターを飼ったことがないからわからないんだけど、確かにあのね、遊具みたいなやつは、すごい音するよね。ちょっとね、ネットで調べたんだけど、回転するやつってね、外しちゃってもいいらしいよ。他にもね、ちゃんと運動できるね、なんか変な器具みたいのがあるらしいんだけど、特にサイレントホールっていうの、これも、なんていうかちょっとよくわかんないんだけど、そういうのもね、あるらしいよ。鉄のね、ゲージからね、プラスチックの、ね、ゲージにね、変えるっていうのもね、手らしい。一度ね、ペットショップ行って、店員さんに相談してみるのがいいんじゃないかな。ごめんなさい、ファンクはね、ハムスターね、自身では飼ったことないからね、どういうのがいいのかちょっとね、わかんないのよね。ほんとごめんなさい。続いては、女の子とはどこへ行けばたくさん知り合えると思いますか？この質問ファンクにしちゃダメでしょ。もうファンクおっさんよ。まあね、ファンクのところで働いてるね、男の子のね、手はね、結構ね、すごいんだけど、それ聞いてみる？その子はね、片っ端からね、ジャニーズのね、なんかグループのね、ファンクラブとかに入るのね。でね、ファンクラブとか入れない子とかがさ、よくさ、ツイッターとかさ、ミクシーとかでさ、チケット売ってくださいとかって言うじゃん。あ、ありますよとかっていうね、なんかどっかで受け渡ししますとかって言ってね、ガンガン知り合ってるそうだよ。そういうコミュニティ入ったりとかね、もう、すごい、えらいこっちゃらしいよ。ジャニーズのグループを追っかけてるファンの皆様、こういう男性には気をつけましょう。とても危険です。出会うことしか考えてませんよ。気をつけてください。まあ、こういう手もあるんだけど、相談者さんはさ、出会った後なのよ。あとね、どんな人と出会うかが大切。ね。例を挙げたらさ、男の子みたいにさ、手当たり次第出会えればいいってもんじゃないでしょ？素敵な人と出会うっていうのが大切でしょ？これから言うことを相談者さんは、忠実にね、実行すれば素敵な出会いが待ってるから。まずね、コックになるの、コック。それでね、機関車かなんかでさ、だって乗客に振る舞うさ、料理を作るコックとしてね、就職するのね。で、あなたがね、その汽車で勤務してね、何年かしてね、ハイジャック犯がさ、乗り込んできたとするじゃん。で、乗客を人質にとってね、その時にね、あなたのね、自慢のね、合気道でね、バタバタと倒していくの。女性がね、なんか危ない目にあったらね、あなたのね、すごいね、合気道の技と、あとね、フライパンをね、駆使してね、片っ端からね、敵を倒していくの。テロリストを。考えても見てよ。料理もできてさ、で、なんていうの、ハイジャック犯を倒すほどさ、たくましくて。みんなポーとなるでしょ？危険な状況の時にね、出会うとね、燃え上がるの。ね。だから今すぐコックになっとき、ね。で、できればね、そのね、記者かなんかがね、暴走してくれるとね、なおさらいいのよ。で、記者をどうにかして止めようとね、あなたは頑張るから。その姿にまた女性はね、
ググってくるのよ。だからすぐね、調理しないで取りに行っとき。一人でなんか悩み事を抱えてない？頭でっかちになってるんなら、東京市営クラブへ相談してみたら？